談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居、ご活躍について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅。ピアノは友達のウイローさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。まずはこちら、今日は何の日？吉澤亮さんの日、パチパチパチ。毎日が吉澤さんの記念日です。7月26日、過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしていきます。2014年、ドラマ水球ヤンキースのスピンオフ動画、サンバカの屋上のやつですね、の第1回が公開されました。で、スタッフさんより屋上ロケの日焼けがすごいというオフショット。2016年、ドラマ、せいせいするほど愛してる3話にご出演。スタッフさんよりキラキラの現場でずっと難しい顔をしてセリフを繰り返していましたというオフショット。この時はね、ティファニーに憧れる若者でした。今となってはティファニーも制圧してしまいましたね。2018年、映画、ママレードボーイ、DVD ブルーレイリリースに向けて、日替わりでインタビューが出ていまして、この日は吉澤さん。あとはアミモバさんからブリーチの舞台挨拶レポート。2020年、半沢直樹3話に出演するという情報が解禁されました。この日が2話でその予告にいたんですよね。大変ざわつきました。などなど、いろいろありました。ご活躍でした。パチ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 。さて次は本日の吉澤さん。2022年7月26日、今日出会った吉澤さんをご報告します。昨日、キングダム2の大ヒット御礼舞台挨拶がありまして、吉澤さんのご登壇はなかったんですが、この今日、ワイドショーなどなどで、いろいろと映像が出てまして、大体山崎さんが走るのが早すぎる、限界突破っていう感じなんですが、テレビ朝日、グッドモーニングで映画自体の紹介として、中華統一を目指す若き王のもと、シンが戦っていくという感じで、映画の予告映像の吉澤さんのお姿などもありまして、何の時でしたっけ？ジャパンプレミアかな？なんかあの時も、利害はないはずなのに、テレビ朝日のキングダムにおける吉澤さん推しが尋常じゃないなとちょっと思ってるんですけど、担当の方がファンだったりするんですかね。まあ、ともかく、というニュースがいっぱいありましたっていうのと、あと、目覚ましテレビ、このニュースに続いて、先週の映画動員ランキング、キングダム V2 なるかという見出しのところで、白衛星様の画像ドーンで CM への引きになりまして、これは強い。そして見事、先週に引き続き、キングダム2動員数1位と、おめでとうございます。それから、ラジオ CM、東京 FM のワンモーニングと、鈴木ナンバーワンファクトリー、どちらも鈴木ソリオお店で体感のショートバージョン。日本放送、クリーピーナッツのオールナイトニッポンで、三井住友海上火災保険、宇宙といえば編、40秒、流れてました。宇宙といえば編の、いいテンションですよね。これを言っている吉澤さんの表情が目に浮かんで、すごく楽しいです。などなど、以上、今日も吉澤さんに出会えて幸せでした。パチ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 。さて、ここからは作品とお芝居について、ドラマ水球ヤンキース第1話、金髪&水着びっくりマーク、暑い夏始まるぜ、びっくりマーク、よろしく、ヤンキー漢字のよろしく、の、昨日は、登場シーンから盛りだくさんの加藤新介くんでしたが、今日はその続きで、昭和のヤンキーの格好をしてくる直也を見て、なんか見てたら目がシパシパしてきたと言って、目頭を押さえたり、目をこすったり、クスンクスンする加藤くんがむちゃくちゃ可愛い、この時代錯誤な不良っぷりにあっけに取られるみたいなシーンなんですけど、まあまあまあね、そう言っても、あなたが総長してらっしゃるチームもなかなかですよと思いますが、まあ、そんな邪念はさておき、迫ってくる直也にビビり、突き飛ばされる姿も様になってます。うまいですよね、吉田さん突き飛ばされたりするの。やっぱライダーでやられ芝居をたくさん
修行されたというのがあるのかもしれない。仮面ライダー経験のない俳優さんってあんなに普通の芝居でね、毎週毎週怪人に攻撃されたりしないですからね。あのおずおずと怖そうな人から離れて、サンバカでギュッと集まるビビるお芝居も本当に道に行ってるというか。で、キサキも登場してますけど、本当は総長だったらこんなのにビビんないのにっていうまた邪念がよぎりつつ、帰り道、時代錯誤すぎてタイムスリップじゃないかと騒ぐ大志くんをほぼ無視してスマホのカンナちゃんに夢中な加藤くん、素晴らしいです。これあれですよね、タイムスリップした不良といえばとかまた思っちゃいますけど。で、帰り道に買い食いするサンバカとケントくんにほっこりしてたら、なんとカンナちゃんの握手券が当たったと叫ぶ加藤くん。このマジだーっていう絶叫の喜びの絶叫の表情がむちゃくちゃ最高で、幸福度爆上げです。で、お家のお好み焼き屋さんに帰りまして、くつろぎながらもあの水卵とカスコウの関係性についていい感じに説明してくれる加藤くんとサンバカの皆さん、お疲れ様です。吉沢さん、こういう説明担当になることが多いですよね。あ、客観的に見てる感じの役が多いからだね。に、ご本人も馴染むとおっしゃってましたし、似合いますしね。で、だからってうちの店でみたいなことを言っているラブラブなお兄ちゃんが熱苦しいキャラで、ちょっと灰色が目の前をちらついたり、渚だけが俺らを人間扱いしてくれるっていうところで、こうちょっとバンドやってた頃のことがちらついたり、あとはもうリュウジがそいつにいきなり絡まれてさみたいな、ほんと災難とか言ってると、もう一緒に中華を目指してるよなと思ったりして、本当に思い出が多いというか、様々な邪念がよぎって、それはそれで楽しいんですけど、まあ、そうね、くつろいだ感じで話すお芝居が本当に自然で、かつ聞き取りやすくて、さりげないけど、こういうのがうまいんだよなと、また感嘆したりしています。手を拭いたおしぼりでそのまま顔を拭くところがナチュラルなところもいいです。というところで、今日はここまで。明日はこの続き、問題のバッタの匂いがするの部分いきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いください。それではまた。